今6時46分ですね。白根山に向けてですね、出発したいと思います。駐車場からですね、まあ大体10分ぐらいは、まあ、こんな林道を歩いていきます。ここがですね、まあ、最初の分岐っていう、まあ、分岐なんだけど、今日は御長池、これね、いろいろ呼び方間違う人がいて、阿蛇ヶ池とかいろいろ言う人いるんですけど、御長池 2.7 キロ、こっち行きます。例年ですとね、この辺はまだゴールデンウィークの後ぐらいっていうと雪が残ってるんだけど、今年は見事にないですね。非常にまあ歩きやすくて結構なことなんだけど、さあ行きますか。他登りきついね。日陰は雪だね。どうぞ。8時31分。分岐です。御長池まで900m ですね。はい。頑張りましょう。森林限界に近くなってきましたね。長い設計のトラバースを過ぎてですね、やっと日の当たる道。出発から2時間ちょいかな。今ね、9時10分ですね。やっと御長池着きました。いやー、長かった。あ、目の前がですね、奥白根ですね、日光白根。
いやー迫力あるね。去年の8月かな、会社の同僚と向こうのロープウェイの方からね登ったんですけど、今日は反対側からです。皆川池相変わらず静かですね。こっちの山がね、なんだっけ、座禅山って言ってから、なんかそんな山です。もうちょっと池のほとりまで行きましょう。これは雪で全部内側向いちゃってんだよね。いや今日は最高だねこれさあ来ましたよ。こっからねこっち行くと五色沼の方ですね。登山口はこっちになります。一応白根山 1.1 キロって書いてありますけど、まあ目の前のあそこが白根山です。今ね9時21分ですね。これ標高が2100ちょっと、那須の茶臼よりも随分 200m ぐらい高いところですね。水筒に水を入れる詰め替え休憩をします。今ですね9時29分、9時半ですね。白根山に向かって登っていきたいと思います。人前まで当たったらみたいだったのかな。そうだね。今設計上がってったところですけど、こっち行くとね七色平でロープウェイの方行けますね。こっちが白根山の登山路です。こっからはずっとこんな急勾配ですね。ここは本当景色いいよね。行きますか。樹林帯を抜けた感じ。びちょびちょだなこれ。パッと抜けますと、おお、溶岩ドーム。目の前が白根山です。おお、見えるかね、この山ですね。これは誰でもわかる日内ヶ岳ですね。素晴らしい。御田ヶ池、あそこは五色沼、こんな感じに繋がってるんですね。小休止、山頂はすぐそこ。マンゴー、うまいな。食べられません。
あとちょっとだ。登ってきたね。どこまで？あとちょっとなんだけど、近づいてこないね。ド M だよね。ごめん。さあ、よいしょ。いやー、来たな。実際の白根の山頂はあっちです。だから一回谷を降りて上がります。行こう。今度こそ近づいた。ほう、こんにちは。こっち側、東側。ここれが南大山ですね。で、中禅寺湖よく見えるわ。日光の山、女峰山、大間名湖、駒名湖ありますね。さあ、最後の登り。よし、来た。あれが荒海山。尾瀬ヶ原見えてるし、そう。あそこが御竈だね。旧加古
じゃあとりあえず降りて、さっきまであそこの山頂にいたんですけど、一旦下ってこっちのピークにね、あの二荒山神社のやお社が、奥の社があるんで、そこにお参りして行きたいと思います。はい、奥白根神社。それではね、参拝が済んだんで、五色沼方面に降りたいと思います。今ね、ちょうど11時40分ですね。五色沼で昼飯かな。まあ下りなんで気をつけて行きたいと思います。ここはあのあれですね、あそこが奥白根神社で、平らなのがお釜、旧河口ですね。でこれがずっと連なってまして、ここから見たあの南大山の先っちょが見えてますけど、まあ、南大山方面にぐーっとこう行くとですね、あっち側の五色の前の折り口になります。ここから先は危険ポイントはあのちょっと下りががれてるぐらいで大したことないんですが、まあ天気もいいしね、最高ですね。はい、五色沼。そう、あそこまで降りよう。白根からのですね、急斜面を今降りてきました。いや結構時間かかっちゃった。12時57分。もう予定だと飯を食ってる時間帯なんだけど、まあとりあえず避難小屋経由五色沼まで行きましょう。やっと避難小屋、1時2分だって。わお、予定より1時間遅れ。ここは寄らずですね、五色沼の方に向かいます。こっちですね。やっと五色沼、1時22分です。いや長かったね。いや長かった。あれ水少ねえな、これから増えるのかな。さあとりあえずここで飯にしてパワーでもつけましょう。
ライカレー。スプーンこれでいいな。佐竹のマジックライスですね。よし、じゃあサーモス。やっぱりね、日帰りだったら山線ボトルで十分。はい、これがスープ、サーモンとほうれん草のクリームパスタ。ちょっとこれがね15分かかるんで、こっちは3分だけど。これを食べようかな。大好きな朝からフルーツミックス、これうまいね、大好きなんで、これ食べます。あ、いいね。これはうまいんだよ。あ、うめえ。丸ごと1個分、ヘルシーです。まだちょっと硬いけど食べます。はい、いただきます。はい、うまい。うまい。うん、それはよかった。うん、これはこれ、はい、サーモンとほうれん草のクリーム スープパスタ。うん、はい、これがすくう、うん、どれだろう、ちょっと、あ、柔らかくてうまい。私のはちょっと硬かった。うん、うん、おとなしく待たないとダメなんだね。これね、うん、赤いのサーモンなんだけど、うん、すごい風味がいい。本当、うん、私もそれ買って食べよう。時間なんで、あ、ね、はい、ドライカレー。はい、エビピラフです。はい、中身見せてください。はい、こんな感じです。エビも入ってます。ああ、いただきます。どう？美味しい。美味しい。すごいじゃん、佐竹やるな。じゃあドライカレー。はい、ラフっていうか、コーンと人参、ちょっと食ってみる。ABC で言うと、B。これ五色山ですね。五色山でずーっと行って、あれが前白根か。いやー、疲れたね。はい、五色沼からですね120分ぐらいかけて、三鷹池の方に、着きました。いや、長かった。来るときはね、向こうの木道からずっとこう来て、あそこで休憩してですね、でこっち白根の登山道、まあ向こうですね。はい、合流ということで、あとはあの菅沼までの登山道ですね、ゆっくり下るだけなんで、まあ、OK ということです。はい、それではそれでは。